岩原健造岩原健造岩原健造1863年10月21日から1936年7月12日は日本の実業家加賀国大正治藩の藩主の子として誕生金沢広明学校にて学業を始め大阪に出立して旧制大阪英語学校を経て東京の旧制東京商船学校を卒業1883年 東京商船学校を卒業すると共同運輸会社へ入社。その後に三井物産に転職する。三井物産ではロンドン支店、ニューヨーク支店と海外勤務を経験し、神戸支店長を務めて1906年に三井物産常務取締役に就任した。1914年、岩原は自社が総代理店を請け負っていたビッカース造船所が 大日本帝国海軍の戦艦混合の建造を受注できるよう海軍交換に贈賄を行ったことにより逮捕される。同年7月18日、東京地方裁判所にて岩原に贈賄罪で懲役2年の実刑判決が下された。また1910年に芝浦製作所取締役に就任し、1920年に芝浦製作所社長に就任した。 また、明日の総一郎が中心となって1924年に設立された鶴見臨行鉄道に発起人として参画し、取締役を務めた。その他にも、足利宝石社長、小野田セメントや台湾政党、日本無線電話で取締役をそれぞれ務めた。1924年11月29日に設立された社団法人東京放送局設立に際しては、 後藤新平総裁のもとで理事長に就任。1926年8月6日に東京、名古屋、大阪の3放送局合同により結成された日本放送協会では、定信大臣、足立健三の指名により、初代となる会長に就任した。日本放送協会会長を就任後も、足利宝石や日本無線電話で代表取締役社長を務めた。 1936年7月12日、日本放送協会会長在任のまま共振症により、東京市芝区武器手町の自邸にて死去。74歳没。墓所は、五国寺と加賀市の蓮光寺にあり、2014年に蓮光寺に、岩原健造健章御堂が建立された。ありがとうございます。